いや、金子してルシファーです。今日は新数学演習古い方から一問解いてみよう。じゃあこれね。4の5番、等差数列 AN は、A1 から A44 までまが0を大きく、それはマイナス A45 を小さいに満たして、このとき TN イコール、シグマ K イコール、K イコールか N まで K、AK が負となる最小の正の整数 N を求めようと思うんだよね。4の5、まず、交差を D とすると A1 プラス A2 プラス点点点点点プラス A44 が0を大きく、A1 プラス A2 プラス点点点で A45が0より A1 プラス A44 が0を大きく、A1 プラス A45 が0より小さい。だから、2A1 プラス 43D が0を大きく、2A1 プラス 44D が0より小さい。だから、よって、A1 は0より大きく、あ、ちょっと待って、ペンがなくなってたな。DD が0より小さく、D、0より小さく、A1 というのは、2分の 43D より大きくて、マイナス 22D、マイナス 22D より小さいのですね。これ丸1をしよう。丸1をしよう。この時 TN イコール、K イコール1回のが K の AK イコール、シグマ K イコール1回 N までの K の、A1 プラス、K 引く 1DD イコール、A1 シグマ K イコール1から N までの K プラス、D の K イコール1から N までの K-1 だからイコール、まあ いや、一応計算するか、A1 かける2分、まあいいか、まあいいや。2分の 1A の N プラス、N プラス1プラス、D かける 3, D かける3、3分の 1?3 分の 1? N プラス 1、N 引く1だから、イコール、ちょっと見えますか、イコール、3分の 1N、N プラス 1かける、1かけることの、2分の3倍 A1 プラス、ちょっと待って、N-1D ね、について、TN が0小さいは同値で、2分の 3A、A1 プラス、N-1D が、0より小さい同値で、N というのは1プラス 2D分の 3A1 だ、A1 だから A1 となる。丸1より、2D分の 3A1 というのは、そうね。あれちょっと待って、マイナこれま、これごめんなさい、これマイ、これマイナスですか、これごめんなさい、これちょっとバツにしちゃう、マイナスね、ここマイナスマイナスつけて、マイナスをつけると3、
33より小さく、2分の4分の3かけ2分の3倍だから、4分の100、129だから、4分の129大きい。こいつというのは、32より大きいのだから、1-2D分の3A1 というのは、33より大きく34未満であると。ちょっと字が汚くごめんなさい。丸さ、丸に、ま、丸にさ、丸さんよ。丸さん、求める NN は、N は34です。はい。出た。はい。答え出た。全体像こんな感じ。まず、A1 か A4 じゃ0、OK。A1 か A4、45は0、まあだからこうなるから、あの、A と D、A1 と D の関係わかる。で、あの、A1 イコール K-1 か D の形を使って変形するとこういう形になるから、これで0未満の同値変形をするとこういう形になるから、これを計算して34になるって感じ。4の5番、こんな感じの問題。4の5番は、まあ B の30分だね。4の5番どこかな、4の5番。34で正解だね。よし、正解。2A1 プラス 43D が0を大きく、2A1 プラス 44D が0未満で、はい。やはりあの TN って A1 かで2かで 2N プラス1かで N プラス D かで3分の N プラス1かで N かで N 引く1になってね、これも OK ね、 OK、 はい。でこれで0未満と D が0未満、 D が0未満も出してますね、これも出してるね、はい。まあ、これ出すと34って分かる、はい。よし、 OK、 問題なし、はい。よし、4の5番取りました。よし、OK。じゃあ、またね、バイバイ。